みなさんこんにちは、花子です。 Hi everybody, this is 花子。今日はジャジュジョとビャビュビョの練習をしたいと思います。今日が終わったらあと一つ列で終わりです。それでは書きます。じゃじゃじゅじょ。はい、 repeat after me。 じゃじゅじょ、じゃじゅじょ。はい、じゃじゃはい、これは何でしょう。私はよくお友達に言います。じゃあね、じゃあね、じゃあね、バイバイ。帰るときに言います。じゃあね。はい、 repeat after me。 じゃあね、じゃあね。これさようならの、友達に言うときのさようならですね。はい、はい、これは何でしょう。十、まあ、数字の十もありますね。十。あと、がんも十って言います。十、十。はい、repeat after me。十、十。はい。次に。はい、はい、これは何でしょう。彼女、彼女。はい、これは C、 彼女、ウーマンの C とか、他の意味では Girlfriend、 Girlfriend の意味があります。この C が Girlfriend。10年前、10 years ago には、彼女、ガールフレンドのことを彼女って言ってたんですけど、今は、最近は、他の人が、your girlfriend っていう時には、彼女さんって言います。私が日本に住んでいた時は、そういうことをさんなんてつけてませんでした。みんな、あなたの彼女は、your girlfriend。あなたの彼女はって言ってたんですけど、最近はみんな彼女さんって言います。なんでですかね。やっぱ彼女っていうとちょっとルード、なんかこう失礼かなと思うんですかね。彼女さん、さん、なんか変なのって思いますけど、私は。はい、彼女さん。はい、じゃあ repeat after me。じゃじゅじょ、じゃじゅじょ。次にびゃびゅびょ。びゃびゅびょ。はい、repeat after me。 びゃびゅびょ、 びゃびゅびょ、 びゃびゅびょ。 はい、これは本当に使わないです。 びゃ、 びゅもなかなかないんですけど、一つあるとしたら、これぐらいしか聞いたことがないです。ビャッコタイ、ビャッコタイ。あ、このツがまだ練習してないですね。ビャッコタイ、このツはまた後で練習しますが、ビャッツ、
交代、白交白交代 TT です。白交代。これあの16歳から17歳イヤーズオールドの、侍グループです。白虎隊、昔にいた16歳から17歳の侍グループ、白虎隊っていうグループがいました。はい、白虎隊。次に、ビューは本当に使いません。あのジャパニーズイングリッシュで、そうですね、ジャパニーズイングリッシュで使うときがあります。ビュービュー、これはもうビュービュービュー、ナイスビューとか言いますね。はい、でもほとんど使うことがないです。ビューはあのジャパニーズイングリッシュだけです。これはよく使います。あとはこれもありますね。病院、病院、ホスピタル。でこれも病気、病気、これは sick とか disease ですね。 disease ってどうか、 disease、 まあ病がディジーズのことですね。病院、病気。はい、それぐらいですね。はい、それではリピートアフターミー。ビャビュービョー、ビャビュービョー、ビャビュービョー。はい、それでは今日はここまでです。ついに来週ひらがなシリーズがラストになります。それでは チャンネル登録お願いします。はい。Please subscribe my channel by clicking this red button. はい。それでは、さよなら。